新チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。昨夜はすごい雨で、さっきね上がってきました。まだちょっとパラパラ降ってるんだけど、ワーゲンね走らせたいと思ってたのでやっていきたいと思います。この前木曜日はね、10万人記念ライブに皆様お越しいただきましてありがとうございます。キャンバケが終わってから、実はまあいろいろ後片付けしてたんですけど、フォアゲンの中はねまだあんまりやってなかったので、ちょっと片付けて、でちょっと走らしてみたいと思います。あ、バンテックさんの登りが残ってた。でこのサビがね、ボロボロサビが落ちてくるんで、ちょっと掃除もしないとね。白く塗ったんところもやっぱりポチポチとこう出てくるんだね。ここのやっぱり下塗りをしたところはいいね。あーでもここもちょっと出てくるんだね。やっぱ手強いね、なかなかね。一回ではいかないんだな。よしと、掃除完了。お日様も出てきたので少し乾かしておきましょう。すぐ乾くよね。このピヨピヨも外そう。突起物。顔すっきり。よし。とりあえず不安だから工具を少し持っていこう。ね。これ可愛いでしょ。これ枕なの。あれネックピローになる。これこのビーズをこっちに入れてひっくり返して。チャックを閉めるとネックピローにもなって、この足をこっちの車体にビーズを戻すと枕になるね。詳しくなってきた。アーリーレイトだね。テールランプの形からしてアーリーレイトです。でシフトロッドがちょっとふにゃふにゃすぎるので、ちょっと見てみようと思います。そう、シフトが入りにくい理由として、これがね1なの。ここがここニュートラルで、ここ1で、3がここなの。渡るんだよね。そうで、バックここ、1ここか、ここ3、1はねここ当たるんだよね。ちょっと分解してみようか。どういう構造なんだろうね。バネみたいなのが出てくるのかな。あ、なんかビヨーンってきそうだ。うわー、へえ、こんな構造。あ、そこのここに入ってるんだ、ボールみたいなのが。これこうだったっけこうだったっけ。で実はポルシェ屋さんのおじさんから、よかったらこれをボールのところに入れてみろって言われたんだよね。いや入んないよ、入る気しねえ入る気しねえな。そもそもこの構造に使うやつなのかどうか、ちょっと写真撮ってからやった方がいいよ。調べたらね、この部品はここにつくものじゃないっぽい。これが、ああ構造が違うんだな。ちょっと構造が違うようだね。ここ曲がってんだよね。わざとなのかな。まあいっか、頑張るしかないか。出発しようと思ったら雨降ってきた。そうだ、ワイパーのゴム変えた方がいいよね。うわ、ベトってつく。何センチ ?40 センチだね。よし、普通のタイプだよね。普通のタイプだね。パチってロックするやつだね。買ってこよう。はい、ちょっとね、ちょっと晴れてきました。降ったり、はやんだりだね。ワイパー交換しよっか。
バラバラにならない帽子、これを外してと。行ってみようか。カメラをさ、カメラここにつけることにしました。アクセルペダルを3回やって、うわ蒸し暑いな。ワイパーお、履けるじゃん。うわ、もう曇ってるし、タオル持ってこないとダメだな。初めてのドライブです。まずはよし、お、お、お、とりあえずハイオク入れてみます。あ、この中塗ってなかったね。高いな、ガソリン。よし、20リッター入れます。
パックできるかな。なんかポイントの調整っていうやつをしてもらいました。僕あんまりそのポイントのことはあんまりよくわかんないんですけど、調整してもらったらアクセルの踏み始めすごく軽やかに車が動くようになりました。ブブブブーンって感じで走ってたのがブンって出る感じになりました。滑らかになった。とかにつないでアクセルをゆっくり踏み始めた時の滑らかさ、トルク感がねすごくアップしました。ギアが入んねえな。はい、今ねドンキに買い物に来ました。帰りね寄っていきます。ポイント調整してもらったらすごくこう滑らかに走るし、トルク感もすごいアップしました。乗るの楽しい、うん、運転してて楽しくなりました。結構力あるしね、うん、スイスイ上り坂も、あ、結構気づくと、あ、このぐらいもスピード出てるんだって、すごく乗りやすい車です。乗り心地もねすごくいいんだ。エンジンも後ろだから静かだし、あとこのねワーゲン乗ったことはある人いると思うんだけど、このボヨンボヨンの椅子のね座り心地もねいいんだよね。ピョンピョンするから楽しいんだ。運転するのにも結構疲れないかなと思います。これだったら結構長い距離200キロ300キロ走っても全然旅にも出れるなって思いますね。まあちょっとまだ久しぶりにこう車を動かしたばっかりなので、しばらく様子を見て、そう、なんかちょっと出かけても、お出かけしてもいいんじゃないかな、お出かけする自信がつきました。うん、だからこそ中もちゃんと作り上げたいよね。雨漏りちょっとまだちょっとしてるし、断熱材ね、そういうのもやっていければいいかなと思います。で、あとそのミラーがねちょっとやっぱちょっと見づらいのと、あとやっぱこのシフトがねちょっと入りづらいし、内装の電気がここはつくんだけど後ろつかないとか、やっぱちょっとまだまだやることあります。あとちょっと高速道路も走ってみたいね。もう少ししたらだね、もう何日か乗って様子見てよかったら高速道路も走ってみたいと思います。うん、はい、皆さんのね参考になれば幸いです。これからもね楽しんでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。